山本由伸さん、海外ファンにバカにされてしまう。こちらすでに貼られた画像、変なコラ画像が作られました。日本史上最強投手の姿か。これが最近普通に抑えてなかったっけ。昨日打たれてこれ。給料が安すぎる今永や菊池が絶好調なだけにな。元ネタの画像なんやろうか。このコラ好き、これくらいは可愛いもんだわ。誹謗中傷でもないしな。メジャー最高額の投手なんだから成績が微妙ならネタにされるくらいはね。まあ炎上言うても試合ぶち壊すレベルだったのは韓国でのパドレス戦ぐらいやったしな。投手の仕事は味方が取った点以下に相手の攻撃を抑えること、それだけ。年俸で無駄に要求レベル跳ね上げた鳴り物入りなんやから言われるのはしゃあない。今永の成績だったらファンも大満足や。大谷、今永を取るべき言って、翔平は山本を取るべきと言ってる。来年大谷が投手復活したら山本の席あるのか。今永は投球スタイルもかっこいいしな。チリなのに直球でガンガン空振り取るの映えるやろ。ご視聴ありがとうございました。